ロナルド・デイビッド、ロン・ウッドは、イギリスのミュージシャン。フェイセーズ、ローリング・ストーンズのギタリストとしてよく知られる。ロニー・ウッド名義でも活動している。ロックミュージシャン、グラフィックアーティストだったアート・ウッドは実刑。キャンドルスティック・パークで行われたツアー公演において、ギターを弾くウッドミュージシャンとしてのキャリアは1964年、西ロンドンのイーズリーを拠点としたザバーズから、 スタートした。この頃初めてローリングストーンズのライブを見て自分もあのバンドに加わりたいと思ったという。60年代後半にはザ・クリエーションや兄・アートウッドが結成したアートウッドに参加国ワイエットメロンに参加したがどれもあまりヒットせず短期間で解散した。その後ベーシストとしてジェフ・ベックグループにロッド・スチュワートと共に参加するが ウッドとスチュワートはベックオラ発表後同グループから離脱した。ウッドとスチュワートはスティーブ・マリオットが脱退した直後のスモール・フェイセスに参加。バンドは間もなくその名をフェイセスと変える。フェイセスはイギリスで酔いどれロックンロールバンドとして人気を得るようになった。フェイセスはステイ・ウィズ・ミー、玉月・リチャードなどのヒットを放った。また、1974年には ロンウッド初のソロアルバム、俺と仲間を発表している。フェイセズのライブは音楽評論家などから評価されたが、1975年に解散した。ローリングストーンズからミック・テイラーが脱退した後、ストーンズの1975年のツアーにビリー・プレストンと共にサポートメンバーとして参加した。ウッドはそのままアルバム、ブラックブルーのレコーディングに、 ジェフベックの推薦で参加。75年の1月から2月にかけて行われた、このレコーディングは、テイラーの公認ギタリストを探すためのオーディションでもあり、グレートギタリストハントと呼ばれた。ウッドの5段によると、候補にハービー・マンデルがおり、ロリー・ギャラガーもセッションに参加していた。最終的にウッドは、1975年4月に、 ストーンズのアメリカツアーのサポートギタリストとして発表される。同年7月には、ボビー・ウーマックとイアン・マクレガンを共同プロデューサーに迎えた、ウッド2作目のソロアルバム、ナウルックを発表。当時はまだフェイセズのメンバーであったが、フェイセズ解散後の1976年2月に、ストーンズにメンバーとして加入した。1978年には、映画ラストワルツに、 出演1979年自身のバンドニューバーバリアンズをキース・リチャーズなどと結成した。1988年ボディドリーと共に来日また2020年2月18日英国で開催されたブリッドアワーズ2020でロッド・スチュワート、ケニー・ジョーンズと共演しステイ・ウィズ・ミーをプレイした。愛用のギターは1955年製フェンダー・ストラトキャスターと 1960年代製のゼマティスディスクトップフロントの2本で彼のステージでは欠かすことのできないギターである。もし自宅が火事になったらどのギターを持ち出すかとの質問にすかさずこの2本を持ち出すと答えるほど本人にとって愛着のあるギターであることが伺える。ストラトキャスターはシンクロナイズドトレモロが装備されていないオプション仕様の ハードテールブリッジという非常にレアな仕様で、ステージで酷使されていながら非常に状態の良いギターである。ゼマティスは彼を得意のスライドギターを披露する際に登場する。それ以外にも ESP 製の自身のシグネチャーモデルも愛用している。2019年からは日本の寺田楽器のブランドロゼオのチェリーレッドのシンボディのフルアコを使用している。ありがとうございます。